の具合とか。いいのか分かんないけど、貧しくてもう毎日が生きるのに精一杯という風ではないですよね。だけど今まで水がそこにある、だからあなた水があるからいいじゃないのと言ってほったらかされてた。自分たちは動物と違うんだから、いや川の水をそれをきちっとした水にしてほしいっていうのは彼らすごく要望してた。我々こんな川の水を、確かに水はまだあるけどもあるからいいわけじゃないよと、どうして僕たちだけないんですかっていう、やっぱり疑問が出てくるし不満が出てきた。サバラマリコン、 Thank you very much. Merci. サバラマリコン。沈殿させる、で下の方にで上水を使うっていう。やっぱりそういうお腹を壊す機械っていうか、そのまま飲んじゃいちゃう。一回ボイリングすればいいんですけどね。だから彼らやっぱそんなしないもんだから。で国のね、政策でなるべくその黒ライン塩素を入れなさいっていうその指示はしてるんですよ。だけどやっぱりやってるかやってないかっていうのはなかなか問題があって、我々の装置っていうのは途上国に出さなくちゃいけない、村の人たちがちゃんと管理やらなくちゃいけないとなると、おのずとそんな先進的な装置だったら管理自分たちできないじゃないですか。非常にプリミティブな装置なんですね。でメンテナンスは村人がやれるレベルの、要するにスペシャルなエンジニアが必要ではなくて、普通の人が普通にやれる装置
にすることが特徴だったし、そうしたかった。こう泥をねうまく落とすちょっとプラスチックのやつ置いてあって、で泥がだんだんとこっちに落ちるようにしてあって、でまず1回目のそのプリートリートメントというかゴミとか泥を落とす、でこれがそのまま下にずっと下がっていきます、はい、まさに重力で落ちる、はい、ここからはもう重力なんですよ、はい、でここは石ころが結構でかいんですよ、10ミリぐらいになるで、上から上で、これはここに砂が入ってるんですよ、今度はで、この藻はそこで生えてる藻と一緒なんですよ。だから我々がどこかからこの藻を持ってきてるわけじゃなくて、川にいるバクテリアっていうんですかね、そういう藻のその菌をそのままここに入れようと。で、最終的にここで綺麗な水になりますので、なったら、そこ行けますか。だったらここに一旦入ってきて、で、ここから、ここに、水を一旦溜めます。で最終溜まった水を、上に上げると。最初の頃ってやっぱり日本みたいに何もかも。綺麗な水じゃないといけないっていうことは彼ら考えないじゃないですか。まず飲む水で、クッキングだとそんなめちゃめちゃ使うわけでもね、そうするとやっぱり量は初め少ないと思うんですよね。使い出すとだんだんといい水を欲しいから頑張ってお金をその収入増やすでしょうし、そうするとやっぱまた違ってくるんじゃないかなと思うんですけどね。で血のみも結構多いじゃないですか。やっぱりそういうことを使うと綺麗な水が欲しいっていう、それはみんなどこ見てます。奥さんが一番、お母さんが一番ね気にしてることなんで。悲惨な顔してないじゃないですか。これが不思議だなと思って。だからその幸せのね、その我々がいた時こんだけもらわないと幸せじゃないけど、彼らからするとこんだけでもものすごい同じ幸せを味わえる。だから僕たちってなんだろうなって、そう思う。こちらの方が一緒ですね。うん、そこはよくわからないんですよ。10月ぐらいで我々トランスファーするんですけど、やっぱりそれでトランスファーしました、だから終わりですというんじゃなくて、サステナブルにねこう動いとかないと、まあ、めんどくさいんですよそういうのって。もう俺たちいいじゃないのという、じゃそういうふうに
こういうプロジェクトはちょっとしちゃいけないのかなと。やっぱあそこにヤマハットつけた限りはヤマハの装置なんですよ。いくらトランスファーしてもやっぱりほったらかしではできんしね。